サポート付き貸し農園ならシェア畑。皆さんこんにちは、シェア畑菜園アドバイザーの岡です。今日はほうれん草栽培開始の時に注意したいポイントをご紹介します。これから種をまいて冬に収穫するほうれん草は寒さにあたってとても甘くなります。ほうれん草には東洋種と西洋種があります。それぞれに特徴があって、東洋種は甘みがありおひたしなどに向いています。西洋種は葉に厚みがあってバター炒めなどに向いています。今出回っているほうれん草は両方の特徴を持ち合わせたものが多いです。そんな美味しいほうれん草をぜひ上手に育ててみてほしいです。それでは行ってみましょう。10月の初めは秋まきほうれん草の種まき時期です。今から11月の半ば頃まで種をまくことができます。今頃はどの品種のほうれん草をまくか選んだり迷ったりしている方もいらっしゃるのではないでしょうか。まず最初に秋まきほうれん草のおすすめ品種をいくつかご紹介したいと思います。その1、寒締め五郎丸です。これは葉っぱに切れ込みがある日本ほうれん草の特徴があります。えぐみが少なくて食べやすいです。寒さに当たると一層甘くなります。その2、オシリスです。寒さに極めて強くて秋冬に作りやすいほうれん草です。初心者向きでもあります。種をまける期間が長いのも特徴です。9月半ばから3月半ばまでずっとまくことができます。その3、弁天丸です。ベト病に耐性があるので作りやすい品種です。癖のない味で冬取りをすると特に甘みがあり美味しいです。その4、早生のサラダあかりです。茎が赤いのが特徴でアクが少なくてサラダとして食べることができます。普通サイズまで育てて収穫するのはもちろんですが、若いうちにとってベビーリーフとして食べても美味しいです。ほうれん草の栽培にあたって気をつけたいのは土壌の酸度です。ほうれん草は他の野菜よりアルカリ性の土壌を好みます。この時持っておきたいのが土壌の酸度を測る酸度計です。デジタルのものやアナログのもの、また酸度と同時に水分量を測ることができたりするものといろいろな種類がありますが、それほど高価なものではないので1台持っておくといいかと思います。この酸度計で土壌の酸度、pH を測ります。結果を見てアルカリ性に調整する資材を使うかどうかを決めましょう。一般にほうれん草は pH 6.5 から7くらいの土壌を好みます。このアルカリ性の土壌に調整するために使うのが石灰です。小石灰、苦土石灰、有機石灰とも呼ばれます。小石灰や苦土石灰は土壌に混ぜ込むと熱を出すのですぐに種をまくことができません。カキ殻石灰はじわじわと効いて熱も出さないですので、土壌改良後すぐに種をまくことができます。 pH を1上げるのに1平米あたり200cc くらいのカキ殻石灰を使ってください。まんべんなくまいたらよく耕してください。それでは試しに刺してみます。今日は土が濡れているのでそのまま刺しました。土が乾いているときは水をやってから刺してください。1箇所ではなく何箇所かで測定すると良いでしょう。今回は 6.5 ですのでこのまま撒いていきましょう。石灰はむやみに入れない方が良いと思います。撒きすぎると次の野菜への影響が出ることもありますので注意してください。また一度入れてしまうと抜くということができませんので慎重に考えてください。元肥は1平米あたり牛糞2リットルと油かす 100cc ほどでよろしいでしょう。このように畝にまんべんなく撒いていきます。よく丁寧に混ぜ込んでください。クワの扱い方としては女性だと少し重いかなと思うんですけれども、クワを振り上げて下ろすときには力抜きます。下ろすときは
このクワの重さを使ってただ落とすだけというようなイメージで扱うとそんなに力はいりません。それでは畝を作っていきます。周りの土を寄せて水はけのいい畝を作ります。これはならし板と言います。土を上げたりこのように表面を平らにしたりするのに使います。またちょっと土が崩れてくるような時はこの上から叩いてやることでしっかりした畝になります。ならし板の持ち方は真ん中を持ってください。端を持つと斜めになってしまって平らな畝になりません。真ん中を持つことで綺麗に平面が作れます。このような形ができましたら上からマルチシートを貼ります。種まきの方法としては穴あきマルチシートを貼って一つの穴に4、5粒まいていただくといいと思います。このように支柱を使って支柱が埋まるくらいの深さで筋と筋の間は15センチくらいが良いかと思います。種を2センチ間隔くらいで置いていきます。土を寄せてきて上からしっかり鎮圧していきます。この時土の水分を種にまとわせるようなイメージでしっかり鎮圧してください。ここで注意したいのがこのように陥没しないことです。こうなるとここに水たまりができてしまって水分が多くなって根腐れを起こす原因になりかねませんので土は平らに保つことが大事です。最後にほうれん草につきやすい病気について一つご紹介します。ベト病といってカビによる病気です。この病気にかかると葉っぱに黄色っぽい斑点が現れて葉っぱの裏側には灰色のカビがつきます。風通しが悪いと起きやすいですので適度に間引きをしたり雑草対策をしましょう。病気になった株は周りに蔓延させる前に抜き取って処分してください。今回は以上です。この動画が面白かった方はチャンネル登録と高評価をお願いいたします。それではまた。